こんにちは。私たち学生リーダーです。ここは主に教育学部の学生が学ぶ大行寺キャンパス。活気ある大行寺キャンパスツアーに行ってみよう。私がいるのは学生食堂シェモア。広々としたスペースで常に人の声が聞こえる場所です。豊富なメニューとボリューム満点の食事は私たち大学生の力の源です。ちなみに朝ごはんは100円で食べれちゃいます。そしてなんと4月中は無料なんです。懐かしさを感じるここは小学校模擬教室。ここでは教員免許取得を目指し実践的な指導力を身につける講義が行われています。実際に私たち学生が授業を行うこともあり、教師としての力を身につけることができます。総合図書館では講義や研究に役立つ図書や雑誌が数多く所蔵されています。グループでも個人でも勉強するにはここが一番。そしてこちらが語学を自主的に学べるランゲージコモンズです。留学生やネイティブの先生とともにリーディング、ライティング、スピーキングのスキルアップができちゃいます。学生の歌声や綺麗なピアノの音が響くここは4号館。音楽練習のための設備が充実していますよ。このピアノ練習室は家にピアノがない学生も練習できる嬉しい場所です。さて、ここからは講義や部活動などで頑張る博王生を支える施設をどんどん紹介しちゃいます。大行寺キャンパスには第一体育館と第三体育館があります。私がいるここは第一体育館です。第一体育館では入学式や卒業式などのイベントや全国大会で活躍するバスケ部が日々汗を流し、第三体育館はトレーニング室や武道場、アリーナなど部活動が盛んな白鴎大学のスポーツを支える重要な施設です。他にも体操場など講義や部活動だけでなく地域の方々にも広く活用されている場所がたくさんあるんです。広大な広さを誇るこちらの総合グラウンドは全部人工芝なのだ。実技授業をはじめサッカーや陸上、アメフトなど部活動をするには欠かせない場所となっているのだ。こんなに広いと体を動かしてリフレッシュしたくなるのだ。そしてリフレッシュしたくなるといえばこちら、多目的広場。一般のバスケコートが2面もあります。ここでは学生の楽しそうな声が絶えません。講義の空き時間や放課後に学生が自由に活動できる空間です。おい、大行寺キャンパスツアーいかがだったでしょうか？大行寺キャンパスはまだまだ魅力がいっぱいです。皆さんが大行寺キャンパスに来てくれることをお待ちしております。それでは、またねー。